ゃこんにちは。はい、豊さん。はい。はい、今日もサンデーセを振り返るの時間です。はい、ね。はい、今週はどうだったかということで。ね。まあ気温も上がったりとかいろいろしてね。うん、まあこう寒いところが急に上がるとさ、体調とかねちょっと心配だよね。なんかね、ちょっとやっぱりまだ季節の変わり目不安定だったりしますしね。まあ、で球団によってはね、感染症みたいなのが出てる球団もあるし、そうそう、ね、まあ、ちょっと気をつけてほしいということで、あと熱中症でっていうのもちょっとねニュース見ましたけれども、ね、そうだね、はい、はい、今日も神戸ちいちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますということです、はい、はい、まずは勝敗からになります。はい、はい、今回はね全部3試合ありましたが、はい、はい、まずセリーグ、うん、巨人対広島は巨人の3連勝、はい、はい、DeNA とヤクルトはヤクルトが2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、中日と阪神は1勝1敗1分けという結果になりました、うん、あ、そうだね、はい、まあ、巨人が調子いいっていう ね、まあ、そんな感じがするけども、うん、まず巨人広島から、はい、巨人戸郷堀田高橋嶺、うん、広島が、栗、森下、パッチで試合目9対4ハッチですね、ハッチ、はい、9対4、はい、ね、戸郷が5回4失点と乱調だったんだけども、はい、まあ、その中でも坂本、岡本のそれぞれのソロホームランで、うん、まあ、2点差に詰め寄ってるんだよね、はい、6回、まあ、萩尾、佐々木の若手でチャンスを作り、うん、岡本フォアボール、坂本デッドボール、うん、から、まあ、満塁になるんだけども、はい、そこでオコエがね、うん、センターへ渋いヒットを、まあ、打って、うん、まあ、続く吉川もタイムリーを打ち、はい、まあ、一挙にこの回7点を挙げるんだけどもさ、ビッグイニングになりましたね。そう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 、うん、で泉がね敵後初勝利、はい、でオコエ、はい、これねファームに落ちてたんだけども、うん、やっぱなぜ上げたかというと、うん、安倍監督が落とす時に、うん、オコエに右打ちを徹底的に練習してこいと、でね、ファームに行って目が届かないと全くやらない子もいるらしいんだけども、うん、オコエはねひたむきにやってたらしいんだよね。なるほど。でそれを安倍監督がよし上げようっていうことで先発起用になったらしいんだけども、うん、だからそのひたむきさがね、なんかこう打点を上げるような一挙7点のきっかけになるような、うん、そんなタイムリーになったかなっていうふうに、はい、まあ、なんか監督の話を聞いてるとね、うん、思うし、はい、でどうやって見てたのって言ったらタブレットで見てましたっていうようなまあ話も教えてくれたけど、はい、やっぱこう少しでもね戦力拡大ということで、うん、まあ、そういうチェックもしてるよね阿部監督はね、うん、だからこのひたむきさをねお声が忘れなければね、安倍監督も使ってくれるし、はい、まあ、頑張ってほしいと思いますよ、うん、で栗5回3分の2、うん、94球8安打1四球2つのデッドボール、まあこの1四球2つのデッドボールっていうのが、うん、一挙7点に絡んでんだよね。そうでしたね。だからまあちょっと乱れたんだけども、まあ9失点で自責も9という、うん、で新井監督なんで変えなかったのかなっていうさ、うん、9失点もするまでね、うん、でもねあの試合見てたけど、はい、やっぱね変えるタイミングがないんだよ ね、 ね、なかなか。それとやっぱエースとして、うん、軸として回ってるピッチャーに対してやっぱ簡単に変えたくないっていうね、新井監督の気持ちも分かるんだ、うん、だからちょっと引っ張りすぎだなっていうふうには思ったけども、その結果が、まあ、負け試合になってしまったということだよね、うんうん、まあでもあのタイミングだと交代時期もちょっと迷うような展開だったね。ねえ、どのタイミングでっていうのがちょっと難しかったですね。まあ、そうなんだよね、うん、はい、まあ、デッドボールもこうかすったようなデッドボールだとか、はい、際どいとこつこうと思って一生懸命投げてる姿がさ、うん、あったんで、うん、なかなか変えられなかったと思うね、はい、で2試合目、うん、広島は森下が先発、はい、で3対2堀田との投げ合いで、うん、3対2、はい、まあ、巨人が勝つわけだけども、はい、あ、広島の森下今季初登板、はい、よかったね、うん、6回、89球1失点とゲームを作るんだしっかり、うんうん、でジャイアンツは堀田、まあ、4回しか投げられなかったけども、はい、あの66球無失点ということで、うん、まあ、非常に期待に応えたと思うんだよね、はい、で先制は6回、岡本の天井弾、うん、昔ねブライアントっていう選手が、はい、あそこに当ててて、あれ認定のホームランには多分ならなかったと思うんだけども、うん、あそこに当てる日本人が出てきたっていうのがすごいよね。
いや、東京ドームがあの一番高い屋根だから、うん、ねえ、どこ行ったかなって思ったらね、はあ、で、ボールが落ちてこなくて、まあ、延滞取るツーベースになるんだよね、うんうん、で、まあ、先行してたんだけども、7回中川が、はい、まあ、3安打を集められて2失点をする、うん、で、逆転を食らうんだよね、はい、まあ、ちょっと巨人の中で7、8、9、中川がちょっと心配なんだけどもね、はい、で、まあ、その2打点を叩き出したのが野間、まあ、野間もしぶとくやってるよね、はい、うん、で、迎えた12回、うん、いや、まあ、このまま終わるのかなと思ったら、うん、ワンアウトから岡本が2塁打、はい、代打大城、うん、でね、この大城が、はい、もう巨人の最後の選手だったんだよね、あの野手でね、野手でね、うん、だから大城が右中間にサヨナラだ、これがね、まあ、一塁が空いてたんだよね、うん、で続くバッターがオコエと岸田だったんだよ、はい、詰める手もあったんじゃないのかなっていうような気はするんだよね、悩ましいところですね、うん、ただ1試合目のそのオコエのタイムリーだとか、うん、まあ、そういうこと考えたのかもわからないけども、うん、やっぱ詰める方がなんか守りやすいし、うん、どうだったのかなという、うん、だからまあ1試合目クリの、はい、変え時、うん、でこの大城の、まあ、確かに考えてたとは思うんだけども、はい、なんか新井監督らしからぬというか、うん、新井監督が迷ってんじゃないかなって、状態が上がってこないんでチームの、うん、なんかそんな感じを受けるね、なるほど、やっぱりこうね、うん、負けてくると迷いっていう風な形で現れてきますか、まあそうだね、だから新井監督が良かれと思ったことがやっぱちょっと裏目に出てるかなという感じだよね、うん、やっぱ負けてる時ってまあそういうことは往々にしてあるんだけども、うん、で3試合目、はい、2対1、うん、巨人、はい、高橋礼、うん、まあ、やっぱり良かったね、安定してたというか、ね、まあ、7回を94球2安打1失点、はい、86回4安打2失点と、うん、まあまあ、 いい投げ合いだったんだよね、はい、3回にね、広島が内野ゴロの間に1点を取るんだけども、うん、そのすぐ裏3回、はい、ヒットの高橋で、うん、ね、移籍後初ヒット、ね、ね、うん、まあ、ピッチャーに打たれるとあんまり良くないんだね、やっぱり続く1番に戻って萩尾が、ツーランホームラン逆転の、うん、ね、まあ、それで勝負が決まったんだよね、本当に、うん、でそのまま2対1で逃げ切られたという、うん、まあ、ただ、この日高橋礼とバッテリーを組んだのが、うん、まあ、小林という、はい、で安倍監督は小林起用の時には、うん、やっぱりね、リード主体でやっぱ守り主体でいくんだよね、なるほど、うん、で守り勝つ野球を考えていて、うん、まあね、安倍監督のそのヤクルト戦からこう広島戦見てるとさ、相手の動きだとか相手の特徴だとかいろいろ考えながら相手を欺くようなあのサインも出すしね、うん、まあ、非常に今冴え渡ってるかなっていうような感じがするんだよね、なるほど、うん、だから今本当にジャイアンツが強いっていうのは、うん、安倍監督の起用の仕方とか、サインの出し方とか、うん、出すタイミングだとか、なんか全てなんかこういい方向に回ってるなっていうような感じがするよね、うん、うん、だから、まあ、こういうことを続けてくれると、まあ、非常にまあ何年かか優勝から遠ざかってるけども、うん、なんか非常にいい雰囲気でね、迎え出してんなっていうような感じがするよね、うんうん、やっぱキャッチャー出身の監督さんっていうような感じですか、ね、まあまあそうだね、例えば、まあ、洞察力がやっぱこう長けてるかなというような感じがするよね、うんうん、全体を見てたり全体を見渡してるという、うん、あとやっぱこうピッチャーの相手の心理だよね、そうですね、うん、この前なんか見事だったのはボール2になって、ツーボールワンストライクからヒッティングに出てみたいなね、本当だったらバントだったんだけど、うんうん、ヒッティング出て見事それが成功とかさ、まあやっぱこう相手の心理だとかそういうものを非常に掴むのがうまいね、やっぱキャッチャーとしてね、あの、うん、一球一球はあそこで見てきたっていう選手だったっていうのもありますかね、まあ、そうだね、キャッチャーというか、まあ新之助安倍監督の、まあ、センスでもあるけどね、なるほど、そこはね、はい、でこの試合広島の3安打、うん、また元気がなくなってきてんだよ ね、 ねえ、うん、だからもう少しこうなんていうのかな、頑張らなきゃいかんなというね、うん、まあ、外国人が2人とも離脱してるとか、うん、まあ、いろんなことはあるにしても、はい、ちょっと元気がないな、うんうん、
頑張ってほしいと思いますね。その前の2試合はね8安打とね、そうなんだよ、少しちょっと当たってはきてたんですけれども、うん、ただなんかこうつながりが悪いね、うん、うん、まあ頑張ってほしいなと思うね。はい、はい、で続く DeNA 対ヤクルト、うん、ね、DeNA 東ケイ大貫、うん、でヤクルトがサイスニード吉村ヤフーレ、はいはい、1試合目3対1、うん、DeNA、はい、うん、あのヤクルトが2回に先制するけども、まあ、DeNA が3、4、5と小刻みに、うん、まあ、1点ずつを重ねて、まあ、逃げ切るんだよね、はい、やっぱこの戦い方っていうのは東がやっぱ安定してるし、うん、まあ、エースだということを考えるとそんな大量点っていうよりも、うん、やっぱ小刻みに点数を重ねていくことがやっぱり一番安定はするんだよね、うんうん、だから非常にいい点の取り方をしたなという、はい、ね、でこの試合で目立ったのが、うん、あの3盗塁というふうに盗塁してるんだよね、はい、うんうんうん、でその中の一つは、うん、あの得点に絡んでんだよ、はい、うん、だから走塁という面ではその非常にずっと課題を抱えてたんだけどもさ、うん、やっぱ若手の石上とかさ、うん、まあ、渡来もそうだけども、はい、ああいう選手が走れるっていうことになってくると、うん、また違った攻撃が展開されるというかさ、うん、一つアイテムが増えるというかね、うんうん、だから石上が走って佐野が返すとかさ、はい、か非常にいい、あの相手にねやっぱダメージを与えられるような、うんうん、まあ、点の取り方をしてるかな。あのキャッチャーの山本選手もね盗塁しましたしね。そうそうそう、なあ、だからまあ隙あらばというね、うん、まあ、いつもそういう気持ちで、はい、まあ走塁盗塁そういったことが楽しくなるような、うん、まあ、感じにしていってほしいな、はい、でただしかし、うん、まあ、12安打で3点っていうのはね、うん、ちょっと寂しいし、まあ、オースティンが肉離れで登録抹消という、はい、うん、またオースティンやっちゃったかというね、うん、まあ、一生懸命やる選手だから怪我もしょうがないけどもさ、うん、まあ、ここまですぐ怪我してしまうと、うん、まあ、果てにできないかなっていうような感じがするよね。そうですね、ちょっとまだね始まって間もないですからね、うん、そうだね。でヤクルトは元気なく3連敗、うんうん、ね、まあ、東6回を3安打1失点という、はい、ね、まあ、抑えられたという、ねえ、ね、村上にも何も起こらなかったという試合だったと、はいはい、で続きましてケイと吉村、うん、5対2ヤクルト、はい、うん、まあ、2点リードされた6回、うん、一挙4点を取り逆転というヤクルトが ね、それも2アウトから、それまでね、K がね、うん、6回ワンアウトまで、うん、あ、2アウトまで、うん、もうすごいいいピッチングしてたんだよ、ね、で、6回の2アウトも三振三振なんだよ、うん、で、6回も何も起こらないなと思ったら、うん、塩見が素晴らしい、まあ、K のチェンジアップをセンター前に持っていくんだよね、うん、で、そっからね、2番に入ってる村上、はい、この日から言わなかったけど村上が4番から2番になったんだよ、ね、うん、でやっぱ気分転換という ね多分そうだと思うんだけど、その村上があの耐久していくんだよね、うん、で K は決まったと思うボールをあの村上は見切ったように見逃してるんだよ、うんうん、で審判の判定はボールだったんだよ、うん、やっぱねそれで動揺したな、なんかちょっとね、な、突如狂った感じがしましたよね。突如やっぱ狂ったような感じがするんだよね、うん、でスライダーだったんだけど本当にいいスライダーだったんだよ。で画面見ててもいやどっちか分かんないよというような感じのボールだったんだけど、うんうん、判定はボールという、うん、でオスナーが、タイムリー、うん、で上茶谷に変わって、はい、続くサンタナ、はい、10球投げさして、はい、もう外のスライダー本当にいいところを見逃していくんだよね、うん、だからねここら辺はねやっぱしつこいなーっていう感じがしたよ、うん、ヤクルトのやっとなんかねヤクルトの打線が戻ってきたかなというような感じだったんだよね、うん、で続く青木がツーアウト満塁からレフトオーバーのツーベースを打って一挙に逆転をするというね、うん、だからそのなんていうのかな、一つのバッティング、うん、塩見のあのチェンジアップを拾ったバッティング、一つのストライクボール、これによってガラッと変わった
試合展開だったなという感じがしたよね。うん、ね、境目が見えた感じですかね。まあそうだな、うんうん、だから非常にあの内容のある6回の2アウトからの攻撃だったなというね、うん、まあそんな感じがしたよ、はい、うん、で村上がこの試合で、うん、今季 初打点を挙げて、うん、ちょっとちっちゃなガッツポーズしてたけどね。本当ででも嬉しそうでした。やっぱりまあまあそうだね、うん、やっぱりほっとしたんだろう ね、 ね、あ、だからまあ非常に苦しいんだけども、うん、まあ、やっと初打点を挙げれたという、ね、あの表情を見るとちょっとほっとしましたけど、まあそうだね、はい、まあでも2番というね、うん、打順が良かったのかなっていうような気もするしね。で3試合目、はい、9対0、うん、ね、ヤクルトね、うん、で初回、うん、やっぱこの日も村上2番、うん、で待望の一発が飛び出す。そうなんですよね、うん、センターややレフト寄りに放り込んだんだけども、うん、なんかね大谷が、うん、このバットの面を返さずに向こうの方に押し込んだような、大体ねこう村上って引っ張り込もうとするバッティングが、うん、強引なバッティングがちょっと目立つ時があったんだけども、はい、あれは素直にバットがセンター方向に抜けてったね、この一発は。一発は、はい、だから待望の一発が出たというね、うん、もうこれも嬉しそうでした。うん、まあこれはやっぱ嬉しいよ。ベンチの他の選手が嬉しそうだったのも印象的でしたね。まあそうだね、うん、だからやっぱこう主砲の一発っていうのはさ、うん、やっぱ待ってるし、これがまあ初回から出たっていうのはまあヤクルトペースかなっていうふうに思ったんだけども、うん、まあ7回にも打線がつながって、はい、まあ、7得点というね、これまあ久々になんかヤクルトはなんか少しゆっくりした気持ちでゲームが進めたかなという感じがするんだよね、うん、ね、うん、で一方 DeNA の方はスタメンルーキー、うん、はい、スタメンの中にルーキーが3人入る、はい、めったにないですね。まあそうだね、でもそれだけ優秀だということですよね。そうですね。で1番渡来、はい、まあこれはねもうレギュラーと言ってもいいと思うけども、うん、2番石上、はい、で8番に井上、はい、で井上はプロ入り初安打を打った、うん、そうなんですね、この3人とも1安打はしていて、うん、まあ結果を出すんだよね、はい、うん、だから非常になんかこう、まあ、宮崎とか、うん、ああいうベテランとかね、はい、ああいう人たちと融合しながら、うん、まあ、チームが盛り上がっていけばいいなという ね、 ね、まあ、敗戦の中にも、うん、まあ、少しの光が見えたかなという感じがするよね、うんうんうん、でただこの試合、はい、残念だったのは、まあ、三失策。そうなんですよね、こういうのが手に絡んできてるんだよね。そう、2つのエラーがね大きな失点の回に、まあそうだね、ありましたかね、はい、うん、でちょっと集中力を変えたかなという感じがするし、うん、でいい状態で来てるんだけども、うん、もう少しねやっぱ守りということを、まあ、走塁も良くなった、うん、ルーキーもなんか活躍してる、うん、非常にこう若返ってきてる。あとはやっぱこう守りっていうことをね、うん、やっぱもう少し意識高く、まあ、やってほしいなと思うよね。ね、それが逆のほころびになって流れが良くなくなる、ね、っていうこともありますよね、うん、だからヤクルトの方はなんかこう待望の一発が主砲に出たし、うんうん、まあ、打線も、まあ、サンタナオスナ、まあ、ここの両外国人はしっかりしてるし、うん、いやだからこれは少しバッティングの状態が上がってくるかなという感じがするしね、うん、で DeNA の方もまあ若手が躍動し、うん、まあ、足も使えるようになってきた、うん、あとは守りっていうことをね、まあ、意識してまあ頑張ってほしいなと思いますね。え、はい、8安打打っておいてちょっと得点がゼロということでね、寂しかったですけど、まあ、ね、はい、はいはい、続いて、うん、中日対阪神、はい、中日、うん、柳、うん、メヒア、梅津、はい、で阪神、青柳、大竹、才木というね、はい、で1試合目、引き分け、ねね、延長12回もできましたけれどもね、まあ、そうだね、まあ、先発がね、両先発が頑張る、うん、ね、柳、7回98球、2安打、無失点、はい、これ7回って言うけどさ、うん、98球、うん、まあ、柳の力で2安打しか打たれてない、うん、まあ、そうだったら8回まで行ってもよかったかなっていうようなことも考えるんだよね、うん、8回ってマルチネスに直結しててもよかったのかなっていう、うん、
ただやっぱこうずっと登板してるから、うん、まあその疲れとかいろんなことを考慮したんだろうとは思うけども、はい、なんかこうもう一回いけなかったかなっていうような感じはしたね。なかなか難しいですね。まあ難しいよね。計画の中で7回までって思ってるところだったら8回までっていうとなかなかそれも難しいことなんですよね。いやそりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、うん、で青柳7回88球、はい、6安打2失点、うん、あまあこの投げ合いだとやっぱり野球が締まるよね。で2点リードをして迎えた、うん8回、はい、中日の守りなんだよね、はい、ノイジーがランナー1、2塁からレフトへ大きなフライを上げる、はい、ね、想像してくださいよ、うん、で、まあ、2塁からあのタッチアップをするんだよね、うん阪神、うん、で村松がそのカットマンに入った村松が、うん、サードに繋いでんだよ。でも2点この時点で勝ってるんだよ。だからサードに生かすよりもやっぱ同点のランナーをセカンドに生かさないカットマンの位置っていうのを考えると、うん、やっぱりレフトが取った瞬間に呼んでセカンドに一塁ランナーをタッチアップさせないように、うん、カットマンに入らなきゃいけなかったんだよね、うん、だからここら辺がちょっと、まあ、打たれなかったらこのあと同点にならなかったらあの消えてしまうことかもわからないけども、うんうん、やっぱそこら辺の細かいことっていうのは中日は投手がいいしやっぱ接戦になることが多いだけに、うん、非常に大きなプレーになっちゃったかなっていうようなね。あ、うん、で続く、うんまあ、近本が、セカンドの深い位置、うん、ライト寄りのね、うんうん、深い位置に打ってファーストが飛び出し、うん、ピッチャーのベースカバーが来てたんだけども、うん、後投して悪送球になって、うん、一気に同点になっちゃったんだよ、ね、でね田中のセンスを考えると、うん、あれね近本だから一塁手がベースにいてくれたとしたら、うん、低く投げてたと思うんだよね、うんうん、伸びれるように、うん、少しでも内野安打の確率を低くするために、うんうんでもピッチャーで低く走ってきてるから投げると取れないんだよ、うんうんうん、だからわざと高めに投げようと思ったのが、まあ、ちょっと高すぎたというね。だから田中のセンスだからそのぐらいのこと俺考えてたと思うんだよね、うんうんうん、あえてのあ、うん、あえてのあえてのね、うん、だからちょっともったいなかったプレーで、まあ、延長になり、うんまあ、引き分けてしまったというね、ねうん、でも中日はいい試合やるわね、ここのとこ本当ね、うん、感動する試合をする、うん、で2試合目、うん、5対2で中日、はいね6連勝ですよねすごい、で初回2つのフォアボールを相手に与え、うんまあ、サトテルが2点タイムリー打つんだよねチェンジアップを、うんはい右中間にでフォアボールのランナーが点になったっていうことは阪神ペースかなっていうふうに思ってたの、うんまあ、6回先頭の田中がフォアボール大竹、うん、左対左の高橋周平が、はい、やっぱね引っ張れるボールを待ってんだよね、うん、で田中が一塁ランナー、うん、ライトに見事に引っ張って、うん、1、3塁作るんだよはいノーアウト1、3塁、うん、この田中の走塁もね思い切りがよく、うん、やっぱり1、3塁を作るっていう攻撃はさやっぱこう理想的なあの運びをするんだよね、うんうんで続く中田がセンター前タイムリー、うんね、で細川がレフトへヒットを打ち、はい、ノーアウト満塁満塁ねで上林に変えて、はいはい、中島代打中島選手やっぱ選手もいるけども、うん、立浪監督のやっぱ勝負手っていうのが早くなってきてるよね、うんうんうん、だからこれはねもう気持ちいいし、うんまあ、中島代打、うん、で前日は3球三振だったと思うけど、うん、あの1球も振らずに三振してんのよ、うん、でもここで中島をやっぱあえて使ってきたということがいいなと思って、うんうん、でデッドボール、ね、デッドボールの押し出しちょっとね痛そうなところになってましたけどいやもう痛いなんか言ってらんないよねでもここら辺のね、うん、中日ベンチも含めて、うん、選手も含めてものすごい集中力高かったね、うんで続く宇佐美がレフトへタイムリーという、うん、で山本が倒れるんだけども、はい、村松が、はい押し出しのフォアボール、ね、代打でね、はいまあ、一気に畳みかけたね、うん、
だからここら辺のベンチの勢いとかベンチの打つ手、うん、これはねやっぱ見事だったし、まあ、選手の働き、うん、やっぱこうタイムリーを打つ選手もそうだけども高橋周平が引っ張って、うん、チャンスを広げたっていうね、はい、4番の方に打ちやすいようにしたっていうことも非常に大きかったと思うんだよね。でこの日8回には、うん、この日、伊勢郷初のスタメンだった山本、はい、まあ、昨年阪神を自由契約になり、うん、まあ、中日に来たんだけども、はい、スタメンがライト前タイムリーというね、うん、山本も嬉しかっただろうね。で中日が勝つ、まあ、6連勝というね、はい、まあこのなんかね攻撃を見てるとね、うん、本当にね今年の中日って一体感を感じて、うん、まあ、非常に見応えがあるという見事な試合でした、ね、それがちゃんと結果にねそうだよ繋がってますから、はい、はい、で3試合目、はい、2対1、うん、阪神、はい、まあ、今日は敗れたと、うん、ね、まあ、接戦だったんだけどもね連勝が、ね、止まってしまいました ね、はい、で阪神、うん、岡田監督我慢できなくなったかねえちょっとびっくりしましたけどちょっとこれを見てください、はい、スタメンを大きく変えてきました。はい、これはもう打順がガラリと変わりましたね、はい、あれだけ8番にこだわり8番を変えなかった木浪をやってとうとう1番にした。恐怖の1番に来ましたか、はい、で梅野を2番にした、うん、あれ1、2番どこ行った。近本を3番にする、はい、やっぱポイントをゲット当たってるからね、うん、で佐藤を4番に上げて大山が結果が出ない、まあ、4番からまあ、気分転換も含めてだろうけども、まあ、5番に据え若手の前川を入れてきた、うん、で森下を7番中野が木浪の役8番に落ちたという、うん、ねこの打順になるとは誰も俺は思ってなかったと思うよ。これは何をポイントに置いたんでしょうか。やっぱり一つには気分転換ということはあるよね。全体のね、うんうんうん、それとやっぱこうある程度調子のいいものを上位に持ってきたということじゃないかなというね、うん、まあ、そんな感じがするんだけども、はい、まあ、試合は2対1で勝つ、はい、ただこの打順が機能したかしないかというのは2点でいいのかっていう話だよね。そこが一番のこの試合のポイントでしょうかね。うん、うん、まあ、勝つに勝ったらこの打線を組んで4安打2点止まりだよね、うん、そうですね。ただ才木がよく投げたんだよ、うん、で7回4安打1失点、はい、まあそれよりなんか素晴らしかったのが梅津、うん、勝ち投手にはなれなかったけども8回117球4安打2失点、はい、13三振を奪ってるという、すごいですね。まあ残念ながら引き分けを挟んで6連勝が止まったということなんだけども、うん、まあ梅津はねちょっとかわいそうなね、うん、ことをしたかもわからないけども阪神、はい、どうするんだろうなと思って。これはこれいじっちゃったからさ、お試しだったのか、うん、先を見据えてこの打順にしたのかっていうところもありますよね。まあそうだな、次のでもまあキャッチャー梅野、うん、ただ坂本が入るとしたら坂本は2番はちょっと難しいと思うんだよ、うん、やっぱり7番ぐらいなんてと思うんだよね、うん、そしたら梅野を使い続けるかっていうこともあるし、うん、だからちょっとこの打順っていうのが続くのか、次の試合のやのお楽しみみたいになってますが次はジャイアンツなんだよ ね、まあ、ジャイアンツは絶好調で来るしさ、ね、どうなのかなっていうね、中日も絶好調の中でね、まあそうだな、うんうん、だからまあこの打順が今週間も、うん、今週の火曜日はどういう打順を組んでくるのかっていうのがねちょっと楽しみになってきたね。これはそうですね、ということでその阪神のまあ監督なのかどなたかがこの打順を今後のためなのか今回限りのお試しなのか、まあね、ちょっとでそして今日の試合が2対1で勝ちはしたけれどもっていうところですよね。まあ、一番はやっぱ全体的な状態を上げていくっていうことがあれだったんだけども、うん、やっぱ阪神がこんなに変えてくるなんていうのは想像もつかなかったからさ、うん、だからまあ大胆に変えてきたなと思ってね、その今度の火曜日、まあ、どんな打順を組んでくるかが楽しみだね。はい、はい、まあでも
まあさすがにね阪神も調子のいい中日には1勝1敗1分けというね、まあ、負け腐らなかったっていうことがまあ良かったかなという感じがするよね。ね、はい、はい、ということで、まあ、セ・リーグでした、はい、はいはいはい、続きましてはパ・リーグです、うん、はい、はい、まず勝敗を見ましょう。はい、オリックスと日本ハム、オリックスは2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、西武とソフトバンクはソフトバンクの3連勝、はい、はい、楽天とロッテは1勝1敗1分けという結果になりました、はいはい、まずはオリックス対日本ハム、うん、オリックス、東、宮城、カスティーヨ、はい、日本ハム、伊藤、加藤、根本というね、はい、で1試合目、1対0、日本ハム、はい、東がね、連勝が止まっちゃった。うーん、1対0で。ねえ、ね、東投手ですね。東、はい、投手ね、はい、で東と伊藤の投げ合い、まあ、東7回100球、うん、あ103球、うん、1安打、1安打だよ。本当ね、うん、1失点、はい、でも自責は0なんだよ。うーん、で伊藤6回、はい、うん、100球、うん、無失点、はい、唯一、うん、東から打ったのが五十幡、うん、ね、ね、ワンアウトから、はい、で五十幡が盗塁、うん、でキャッチャーのボールが五十幡に当たるんだよね多分。でそのボールが点々としてる間に、まあ、三塁へ進む、うん、はい、で続く郡司、このサードゴロ、何でもないサードゴロだよ、はい、で宗も、うん、懸命のバックホーム、うん、それでもセーフという。すごいね足やっぱね足ってやっぱすごいな。いやすごいですね。でまたね磯畑のね足っていうのは特別だわ特別な足、ね、特別な足だよね。これはね磯畑はサニーブラウンに勝った経験があってね、陸上のね、陸上のサニーブラウンに勝ったことがあるんだけどもさ、うん、やっぱ伊達じゃないね。なんかそんな足だったらちょっと走りたくなりますね。そうだな、やっぱ違うもん見ててスピードが。うん、で日本ハムはこの日2安打、はい、で2安打で日本ハムが勝つというね、うん、まあ、非常に新庄監督としたら痛快な勝ち方だと思うけど、まあ、東は9連勝もできずという、だから負けた感覚はないと思うよ。いやだって2安打ですよね。だって東が打たれたのは1安打だからね、うん、磯畑の1安打だから、はい、でも打たれちゃいけないバッターに打たれちゃったなっていうような感じがするよね。そして走られる、走られる特別な足で ね、まあ、足で、まあ、日本が勝ったという、ねね、はい、勝ち投手は伊藤ということだよね、はい、はい、で2試合目、はい、宮城、加藤、うん、ね、両投手とも、まあ、勝ちが欲しいというか、ね、あ、まだ勝ち星がついてないというね、うん、まあ、そういう投げ合いだったけども、はい、まあ、宮城、うん、8回105球、はい、6安打無失点、うん、はい、加藤5回3分の1、うん、79球1失点、はい、まあ、宮城はそんなに開幕してから悪いっていうことではなくて、はい、やっぱ打線の援護がなかったと思うんだよね、はい、だからまあ今日は5点を取ってくれて、まあ、援護点があった、はい、まあ、だから勝てた、うん、ね、やっぱり援護点がないと勝てないからね、うん、で加藤も、うん、まあ、5回3分の2って、まあ、ちょっともうちょっと投げれたかなっていうような感じもするけども、うん、まあ、1失点に抑えられた、うん、ただ負け投手がついたということで、うんうん、3敗目になった、ね、3敗目なんだよね、うん、まあ、早くこのピッチャーが勝たないと ね、 ね、まあ、日本ハムももっと上に行くにはやっぱこのピッチャーの力がいるから、はい、頑張ってほしいのと、うん、まあ、オリックス、はい、頓宮が、うん、やっと目覚めたかなというね、兆しが、うん、で045、ね、横浜の試合局番になってたんだけど打率がね、打率がね、はい、まあ、だけどライト前に最初タイムリーを打ち、うん、で今季1号をライトに、うん、ね、7回に打つという、まあこれで打線がちょっとつながり出すかなというね、うん、まあ、感じがするんだよね、はい、うん、でやっぱりこう今年頓宮は4番を打ちたい、うん、で中嶋監督もお前が4番だっていうような、う
ことを言ってながら、まあ、打率が上がってこない、全く打てないっていうことになって計算がだいぶ狂ってんだよね開幕から、ね、でも頓宮がやっぱ目覚めたということは、うん、はい、これからのオリックスっていうのはちょっと怖いのかなっていうような感じがするよね、うん、で日本ハムは、はい、郡司、磯畑、万波と 1,2,3 番が、まあ、当たってんだよ、うん、ね、塁に出るし、うん、ただねマルティネスがちょっとブレーキになってるかなっていうのと、うん、まあ、打率も上がってこないしね、うん、で5番起用した、まあ、ソフトバンクからの現役ドラフトの水谷っていう選手がいるんだけども、うん、これを5番に抜擢した、まあ、確かにねパワーは魅力だし、うん、いいんだけども、はい、まだちょっと宮城とかには早いかなっていうような感じがするよね、うん、やっぱ技術的にね、うん、やっぱ宮城の方がやっぱこう上だなっていうような感じがする、うんうん、やっぱ経験しないとさ伸びてはいかないんだけども、はい、水谷にはちょっと荷が重かったかなっていうね、なるほど、もうちょっと打順を下げてやってもよかったかなっていうな感じもしたけどね、なるほど、はいはいはい、まあそういう試合でした。でやっぱり引き続き日本ハムは外国人というところと、まあ、そうなんだよ、うん、はい、はい、で3試合目、6対3、うん、オリックス、はい、ね、まあ、初回に3点ずつ取り合うもう派手な幕開けだったんだよね。だからまあこういう試合っていうのはやっぱ中継ぎの、はい、出来次第っていうことが言えるんだけどもさ、うん、ただ中継ぎに渡す前にカスティーヨがある程度立ち直ってくるんだよね、うん、オリックスの方は、うん、で根本は立ち直るかなって思うけども、うん、やっぱなかなか立ち上がれなかったというね、うんうんうん、立ち直れなかったか、はい、っていうことで、まあ、ゲームを失っていくというね、うん、で中継ぎに渡しても、うん、やっぱオリックスの勢いっていうのが、うん、やっぱ根本からこう続いてるんで、まあ抑えきれなかったというね、うん、まあ、そういう試合展開でした。はい、うん、ただ日本ハムは主砲のマルチネスが初回にスリーラン、うん、まあ主砲にスリーランが出ただけにやっぱこの試合を落とすっていうのはちょっともったいなかったんだけども、まあ、オリックスは13安打と打線がつながり出してきたという、うん、まあ、それはもう不調だった西川、頓宮がこの日も2安打ずつ打ってるというね、まあ、そういうことを考えるとこれからのオリックスはやっとオリックスらしい戦い方ができてくるのかなという感じがした、うん、で逆に日本ハムの方は松本剛が抜けた穴っていうのは非常に重いんだよね、うん、あの選手の代わりができる選手というのはなかなかいなくて、ただやっぱりこう3人の外国人早く調子を上げてほしいというのがレース、スティーブンソン、マルティネスという、うん、それに加えてやっぱり磯畑かなという感じがするよね、うん、うん、だから、まあ、この選手たちが頑張るとね、うん、日本ハムも松本剛の穴を埋めれるし、うん、まあ、ただそのオリックスの方はやっぱり西川、頓宮というのが当たり出してくると、まあ、昨年同様打線のつながりを持った戦い方ができてくるかなっていうような、まあ、そんな感じがしました。はい、はい、で続く西武対ソフトバンク、はい、ね、西武今井、隅田、高橋コーナー、はい、高橋コーナー戻ってきました、はい、ね、うん、でソフトバンク東浜、モイネロ、大津、うん、ね、試合目2対1ソフトバンク、うん、まあ、両投手ともまあ素晴らしいんだよね。で今井7回111球4安打10奪三振、うん、素晴らしいよね、無失点という、うん、まあ、やっぱこう力があるしね、キレあるし、まあ、素晴らしいよねまあだけどそれを上回ったのが東浜、はい、7回ワンアウトまでノーヒット、すごいね、ワンアウトから外崎が、まあ、二塁打、ツーアウトから中村、おかわり君を敬遠して勝負したのが佐藤龍世、うん、ね、最近当たってるなっていうね、まあ、そういうバッターと勝負に行ったんだけども、まあ、ライトへ二塁打を打ち、うん、まあ、均衡を破れるという、まあ、東山から点を取るというね、うんうん、西武は2番手甲斐の、はい、ね、抑えに持ってきたんだけど、うん、まあ、8回にね、はい、8回を抑えればっていうことだったんだろうけども、うん、まあ、シュートが内野安打、うん、今宮が送りバント、
で続く柳田が同点タイムリー、はい、まあ、2アウトから近藤を申告敬遠して、この日スタメンだった中村と勝負、ライト前に決勝タイムリーという、うん、西武は2安打で勝てない、まあ、西武はね2安打しか打ってないんだよ、うん、だからまあ勝てないというかさ、まあ、よく1点取ったなと思うんだけどもさ、うんうんうん、でもやっぱりこうソフトバンクの層の厚さ、中村がスタメンになった中村が決勝タイムリーを打つというね、やっぱこうしぶといなというさ、まあ、そんな感じがしたし、うん、なんかお互い申告敬遠して次のバッターに打たれてんだよね、うん、だからなかなかそのあたり難しいですね、まあ、まあね、申告敬遠ってさ、うん、なんかこうその前のバッターが、え、俺と勝負ってなんか感情的になる部分もあるんだけどもさ、うんうん、まあ、佐藤龍生から言えばおかわり君、うん、ね、敬遠される、ああ当たり前だ俺と勝負だなって思うしまあ中村も、あ、こんちゃんとはやっぱ勝負せんで俺と来るわなって、うんうんうん、まあ、心の準備っていうのは十分できてたような、なるほど、まあ、そんな感じがするし、うん、でも両投手ともやっぱ素晴らしい投げ合いだったしね、うん、ちょっとなんかこう勝ち負けをつけるのはちょっとかわいそうだったし、で甲斐の、はい、まあ、フルスイングの登板、うん、なんかやっぱこう気持ちがざわついたかなっていうような感じがするんだよ ね、 ちょっとね、だからちょっともったいなかったというかさ、うん、まあ、こんな力ではない、連打されたりとかさ、そういう、まあ、ピッチャーでもそんなにないんだけども、はい、やっぱフルセの思いがやっぱ心を動かしたかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがする投球でした。はい、はい、で2試合目、11対2、うん、ね、ソフトバンク、まあ、西武が11点取られる、何が起こったんだって言えば、まあ、山川が2打席連発2本の満塁ホームラン、なかなかないです。いや、これ史上2人目、うん、まあ、パ・リーグではかな、うん、2人目の、まあ、階級らしいんだけどもさ、はい、やっぱり4番に満塁を作るっていうことも、まあ、西武の投手陣から考えると珍しいことだし、うん、でもそれも2回作られて2回とも打たれるっていうのがね、まあ、だって1人で8打点だからさ、これだけでも、うん、このね、うん、だからまあちょっと話にならなかったなっていうような感じがするよね、うん、でこの試合で1番に入ってる、まあ、ずっと入ってるんだけど周東が5打数5安打という、はい、ね、これもすごかったですよね。いや、周東の成長っていうのはすごく感じるね、うん、まあ、それとやっぱり山川がいる、うん、まあ、その前には柳田いる、うん、まあ、その山川の後ろには近藤がいる、うん、このクリーンアップっていうのはさ、やっぱ誰か返してくれるよ ね、 ね、だからまあ周東が5打数5安打、まあ、すごく演出をしたなというね、もう一番バッターとしては最高の、最高の仕事だよ ね、 ね、で西武は5安打、はい、うん、だ周東が5打数5安打西武は全体的に 5安打というね、はい、まあ、モイネローも良かったけどね、うん、なあ、まあ、周東に5打数5安打打たれて西武が全体に全体で5安打っていうのはさ、なんかまあ釈然としないけど、モイネローがやっぱ素晴らしいよね、ね、どうですかね、あの先発に転向してからは。ああ、安定してると思うよ、やっぱり、ね、それとね、うん、少し余裕があるね、いろいろこう遊びっていうことを言葉を使うんだけどもさ、うんうん、なんかすごく遊びをこう使いながら非常に心に余裕があるというかさ、なんかそんな感じがするね。で8回とか抑えに出てきた時っていうのはやっぱりこう行ってもやれないっていうケースがあったから、少しもう1イニングをもうテンパって全力で行ってたけども、やっぱこう6回7回までをね、まあ 1,2 点でもいいやっていうような余裕があれば、まあモイネロの力をもっとすればね、少しやっぱりその状況よりも楽に投げてるかなっていう感じがするよね。はい、で、はい、西武はこのアギラが来日、はい、初ホームラン、はい、まあ、1号が出て、うん、まあ、これで、まあ、アギラが打ってくれるとね、まあ、投手戦の時にでも打ってくれるといいかなという、まあ、アギラはなんかこう日本の野球に、まあ、アジャストしてきたかなというような感じがするよね、うんうん、はい、はい、で3試合目4対1、うん、ソフトバンク、うん、ね、まあ、大津がやっぱ好投した、うん、7回97球5安打1失点、うん、ね、柳田3回先制タイムリー、う
やっぱ先生に絡むねこの男は本当に、うん、で6回はね牧原周東が連続タイムリーで、うん、まあ、勝負を決める、うん、で高橋コーナーなんだけども、はい、悪くはないんだよ、うん、で6回111球、うん、9安打4失点まあ投げてる姿はもう気持ちも出てるしね、うん、まあエースらしい投げっぷりだったんだよ、はい、まあ多少9安打っていうことを考えると、うん、まあ高橋光来にしては打たれすぎかなっていうの感じはするんだけども、はい、ずっとやっぱ我慢して投げてたんだよね、はい、だけどやっぱこうなんていうのかなレフトのコルデロの守備が、うん、ちょっと緩慢だったかなっていう感じがするよね、まあ、それで前に落ちちゃったんだけど、はい、まあ、それで失点をしてしまったんだけどもね、うん、でもそれまでの高橋コーナーっていうのはああやっぱりエースが帰ってきたっていうような、まあ、感じがする、うん、うん、だから非常にこれから心強いなっていうふうに思うんね、はい、はい、まあソフトバンクは4連勝、うん、ね、ソフトバンクはライオンズはちょっと頑張れということで、うん、でもその中で、まあ、西武の方は、はい、アギラが2試合連発、うん、ね、2号ホームランを放つということで、はい、まあ、日本の野球に少し慣れてきたかなという感じがして、うん、まあ、ちょっと心強いんだけどもね、はい、まあ、いかんせんもう全体的にちょっと打てないから、うん、ね、アギラの前にこうランナーを出すとか、うん、まあ、そういうことを考えなきゃいけないね、はい、はい、まあ、ソフトバンクは絶好調という、はい、ね、けどね、高橋光成投手は試合後ね熱中症のような症状で病院に行ったというニュースもありましたので ね、ちょっと体調もいまいちだったんでしょうかかもわからないけども、うん、やっぱり気持ちが入ってたからさ、うん、やっぱこうなんだ発汗してつったんじゃないの、ね、気温も高かったですしね、まあでも気持ちのいいピッチャーが帰ってきたね、はい、はい、で最後、楽天対、ロッテ、はい、で楽天早川松田藤井、うん、でロッテ小島種市佐々木朗希、はい、で1試合目5対2楽天、まあ、早川と小島、まあ、知ってると思うけども先輩後輩の投げ合いなんだよね、早稲田の、うん、2球上が小島ということでね、うんうんうん、2人ともねでもねピリッとしないんだで球数が多い、はい、共に5回を投げて100球を超えてるんだよでちょっとピリッとしない中で、まあ、4回、うん、伊藤幸也、はい、ね、ホームランで先制、うん、ね、元 DeNA の選手だけどもさ、ね、はい、5回は辰巳のタイムリーなので勝ち越すという、うん、で則本が3セーブ、うん、でロッテはねこの日13残塁、はい、やっぱつながらないんだよね小島も早川も、まあ、ピリッとしない中で、うん早川も結構打たれてたんだよね、うん、で塁上を逃げ出すケースも多かったんだけどもさまあ要所を締めたということなんだよね、うんうん、ただこの試合で、まあ、ロッテ側はポランコが44打席目にして、まあ、今季1号、まあ、昨年のホームラン王だよね、はい、まあ、少しずつ調子が上がってきたかなっていう、まあ、これが救いかなという感じがするよね、まあ、浅村がまだホームランない、うん、楽天の方ではね、はいはい、だからまあ今年はなんか手法がそうですねちょっと苦しんでる感じがするよ、ね、どのチームもそのようなことがあるねありますかね多少、はい、うん、で2試合目松田と種市2対2の引き分け、うん、これね本当は庄司が登板予定だったんだけども、はい、感染症特例で抹消になったんだよ ねで代わりに松田が先発したんだけど、はい、うん、このピッチャーはなんかこういいね悪くない全然1年目ね1年目、はい、4回をね60球3安打まあ失点1ということなんだけども、うん、なんかねコントロールもいいし、うん、なんかこう柔らかいんだよね投げ方わかるこう力感がないんだけどなんかこうムチみたいにしないっていう、うん、まあ言えば騎士みたいな感じになりそうな、はいはいはい、楽天の、うん、ピッチャーなんだよ、はい、だからいいなと思って、うん、ひょうひょうとしてるしね、うんで種市も初回からまあ種市も前回からね、うん、まあ立ち直った前回悪かったんだよねすごく、うん、で7回この日115球6安打1失点という、
まあ、しっかりゲームを作ってくれたということだよね、はい、あの両チームとも中継ぎが打たれて2対2の引き分け、うん、まあ、4時間7分という長いゲームになったというね、延長12回決着つかず、まあね、アンダー数まで一緒、まあ、だから惜しいシーンもたくさんあったんだけどもさ、はい、まあ、なかなかね、あの序盤からすごく先発投手が時間をかけすぎてるというかさ、うん、なんかテンポが悪い試合だったね、この試合はね、はい、で、はい、3試合目、うん、藤井佐々木朗希2勝目、はい、で7回106球3安打、うん、7奪三振2失点、うん、まあ、自責は1なんだけどね、はい、でこの佐々木に対して楽天、うん、初回から5点を与えてしまうという、うん、まあ、与えてしまうっていうか藤井が 打ち込まれるんだけどもさ、はい、まあ、4回85球9安打6失点、まあ、ちょっと乱調気味というね、うん、まあ、先発のこの出来っていうことがさ、うん、なんか勝敗を分けたかなっていうようなね、まあ、そんな感じがします、はい、で佐々木朗希、うん、最速159キロ、はい、160キロ出なくなったのだな、なんかね、そんな気がちょっとしますが、うん、これどうなんでしょうか。ただね、多分昨年までは、はい、まあ、80球から100なっていうふうに言われてて、うん、その中で全力で言ってたと思うんだけども、はい、今年の場合はいけるところまでなっていうことで、やっぱある程度セーブをして投げてるのかなという感じがするんだよね、自分の中でこう調整 しながらっていうような、そう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 、うん、だからまあ、そんなに出せよっていうふうにすれば、うん、多分出ると思うんだけど、うん、まあ、逆に、まあ、ちょっと9割とか9割5分ぐらいの力で、うん、まあ、投げてるのかなっていうような感じがするよね、うん、でロッテ打線、うん、そこの 1,2 キロっていうのはだいぶ違うもんですか、打者にとって。ファンが違う、ファンファンが感じるものが違う、そういうこと、打者に対してはそこまでではない。まあ、150キロも160キロも59もね、うん、あの160キロもそんなに変わらないけど、ね、でも気分的には160キロで来てるぞっていう風になれば、やっぱ150キロ台よりはちょっとあれだよね、そういう効果ですね、効果はあるよね。あとまあファンはだいぶ喜びますね、1、まあ、キュッパと2000の違いだよね。1キュッパだったら安く見えるみたいな、ね、安く感じるみたいな、すごく 高いが速く感じるみたいな、ね、そう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 、はい、まあそんな感じだよね、はい。で打線はね、ロッテはね15安打9得点というね、うん、まあ、援護ができたし、うん、まあ、楽天は、まあ、浅村に待望の一発が出た初回に、うん、まあ、ソロホームランだけど、ね、だからまあロッテ打線は、まあ、ポランコもしっかりちょっとつながりが持ててきたかなという感じと、うん、楽天がねちょっと心配なのはこの日則本が感染症で特例の抹消されたんだよ、続いてね、だからそういう意味ではちょっと楽天感染症ちょっと気をつけておいた方がいいね、これどういうね症状なのかまだ分かんないですけどね、うん、ピッチャー陣に出てるでしょ。そうですね、庄司に出て則本に出てるっていうことは、うん、ちょっと投手陣ちょっと心配だね、これからまた出るんじゃないかと思って、ね、でもこういう発熱の伴ったりとか感染症の、うん、病気ってさ、うん、ピッチャーって特にだけども熱出しちゃうとさ、やっぱ登板するのにやっぱ筋肉が戻るのにちょっと時間かかるからね、なるほど、ちょっと心配だね、うん、だからまあちょっと気をつけてほしいなというふうには思います。はい、はい、ということで、うん、続いてピックアップ選手、はい、まずセリーグ、セリーグからね、はい、こうなります。はい、ね、今回はこのような感じですが、はい、まあ阪神は打線のこう入れ替え組み替えをいろいろしたと思うけども、はい、やっぱね大山が4番だよ、うんうん、だけど気分転換も含めてね、頑張るということで大山を5番に下げたと思うんだけども、うん、やっぱ大山がやっぱり4番に戻ってきて打線を落ち着かせないと阪神はいつまで経っても苦しいかなっていうの感じがする、うん、だから大山頑張れっていうね、そういう意味でのピックアップ、そうだね、うん、だから昨年あれだけこう耐え忍んで、ね、4番を打ち続けた男が、いやー、ね、ここに来てね、ここに来てまあ調子が上がらないっていうのはしょうがないけども、うん、頑張れ大山ね、ね、はい、ということです、はい、で DeNA 大貫、うん、ね、やっぱ大貫が勝てないと、まあ、東は勝てる、うん、ね、ジャクソン、うん、もうまあまあ
でも大抜け勝っていかないとさ、やっぱこう連勝っていうのが続かないと思うんだよね。なるほど。だからそういう意味では大抜け頑張らないとダメだよっていうことだよね。はい、はい、で広島栗、うん、ね、せっかく点取ってもらったのに点取ってもらえなくて勝てなくて、点取ってもらったら打たれて負けるという、ちょっとねリズムが悪いんだよね。ちょっとねちぐはぐした感じですね。そうだね、うん、だけどそのやっぱり広島が上昇していくためにはやっぱ栗の力っていうのは絶対だから、うん、だから頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、でヤクルト村上、うん、ね、よかったね、あの初打点の時小さなガッツポーズが可愛く見えたという、ね、いやまあね、笑顔が良かったです。そうだね、うん、まあその続いて初ホームランも出たしね、うん、やっぱこれからだよ、うん、ね、やっぱ主砲が打つとやっぱもう周りも盛り上がってくるということでね、村上はこれからの活躍を期待しているという、はい、で中日山本、はい、ああよかったなって、やっぱ立浪監督もね使い方がうまかったなっていうのがやっぱ阪神の重計画になるで山本を使う活躍するね、また使う活躍するみたいな、だから非常にあの山本の乗っていってほしいなっていうふうに思うね、うん、まあ、内野だったらどこでもこなせる選手だけにあの貴重な選手になると思うしね、これからも、はい、頑張ってほしいと思う、うん、で巨人ね、萩尾佐々木若手が躍動してるね、阿部監督の使い方、うん、ね、いいね、あの思い切って使ってるし思いっきりやらせてるっていうことがいいね、うん、あとはやっぱこう信頼をしてるという、うん、やっぱりサインもしっかり出してるし、で任せるところは任してるし、その期待に応えてる、応えてる2人の若手、あ素敵に見えますよ素敵です、はい、ね、はい、続けてください。はい、はい、続きましてパ・リーグ、うん、はい、西武、はい、高橋光南、うん、アギラ高橋光南、やっぱねエースが戻ってきたね、これからどんなピッチングをしてくれるかわからないけども、はい、やっぱこう戻ってきた、来てくれたっていうことが心強いよね、うん、でアギラ、あの日本の野球に多少じゃないな、ちょっとだいぶ慣れてきたなっていう、うん、まあこれから期待だよね。やっぱ西武が打てない、点が取れない、打ってくれ、頼む、ね、頼みの綱そうでオリックス、はい、頓宮、西川、うん、やっぱこう不調だった2人がねやっと調子を取り戻した、やっぱ実力があるよ2人とも、うんうん、ね、ちょっとしたきっかけ、まあ掴んだと思うから、まあ、これからのオリックスの打線というのは要注意ということだよね。はい、はい、で日本ハム磯畑、うん、ね、まあ外国人もそうなんだけども、やっぱ松本剛が抜けた、ね、磯畑君は武器を持ってる、うん、その武器を最大限に生かしてくれというね、そういう願いがあります。はい、で楽天浅村、これはもう待望のない一発が出た、やっぱ浅村がやっぱ打線をね引っ張らないと、うん、楽天というのは苦しいし、まあ一発出たんでね、まあこれからちょっと変わってくるだろうなっていうふうに思います。はい、でソフトバンク山川ね、やっぱ古巣とさ対戦する時ってものすごいブーイングも浴びててね、辛い思いとかそういうのもあったと思うけども、はい、そこを満塁ホームラン2本ね、やっぱ大したもんだったわね、まあこれからもへこたれず、ね、本当にね、しかもね古巣で西武のホームグラウンドっていうこともあってね、そうだね、ちょっと異様な雰囲気ではあったと思うんですけどね、まあ、異様な雰囲気だったけど、うんうん、まあそこをね、まあ一回乗り越えておくと、まあとは楽になるからね、うん、山が良かったねっていうことです。はい、でロッテポランコ、うん、ね、やっと昨年のホームラン王が目覚めてきたかなという感じで、ロッテも打てたり打てなかったりするんだけどもさ、やっぱ安定的に打つのはやっぱ外でありポランコであると思うんだよね、うんうん、まあ、そのポランコが一発が出たっていうことは、まあこれから友杉も含めてつながってくるかなという感じがします。はい、はい、ということでね、セバともにやっとここでとか、はい、そういったことが多かったのでそうだな、一発がとか、そうだね、まあこのあのね、エースが戻ってきたとかということで、少しずつチームのコンディションが整いつつあるっていう、まあそりゃそうだな、走り始めて、そうだね、ねえって感じなんですかね、半年、まあ、やっとこう落ち着いてというか平常心でというか、うん、まあ戦い出すかなという感じがするんだよね。はい、はい、まあ一方ね、阪神のようにちょっと打順組み替えてちょっとね、今までにない傾向のチームもありますが、はい、まあセリーグで今順位が1位中日、はい、2位巨人、はい、3位 DeNA、
阪神、ヤクルト、広島と続いております、はい、パリーグがソフトバンク、ロッテ、オリックス、日本ハム、西武、楽天というような感じですが、はい、ね、まあ、また火曜日からあるけどもね。そうですね、一番見逃しちゃいけないのが、うん、阪神、巨人だよね一番見逃しちゃいけないのね。これはね、うん、なぜかというと、うん、やっぱ去年コテンパンに阪神やられてるんだ。そうでしたね、うん、いや、それで今状態がいい巨人、うん、でやっぱ打順を変えてまでね、しのごうとしてる阪神、うん、ここで巨人が叩けたら相当なダメージになるよ阪神は。逆を言うと阪神はもうここでは絶対に負けるわけにいかないということですね。そう、だからここでやり返すれば調子は戻るということで、うん、だから本当にね、甲子園で やるこの阪神巨人、これはね見逃せない。はい、はい、まあ、他中日、ヤクルト、広島、うん、DeNA、はいはい、日本ハム、ソフトバンク、はい、楽天、オリックス、はい、ロッテ、西武。そうだね、うん、まあ位置づけとすれば上位と、A クラスと B クラスが当たるというようなね、うん、まあ、そんなあの対戦になってるけども、うん、やっぱ B クラスがね、あの上に行くにはやっぱ A クラスのチームを叩いていかなきゃいけないし、うん、まあね、どういう戦いになるかわからないけども、本当面白いよね、うん、あの楽しみです。はい。はい。